ワクチンというものは感染症に対する免疫をつけたり強めたりすることで感染症の社会での流行や個人の発症や重症化を予防するものです新型コロナワクチンでは発症や重症化の予防効果が期待されています現在承認申請されているワクチンは新型コロナウイルスが 人の細胞に入るための鍵となるスパイクタンパク質と呼ばれるものに対する免疫を作るものです海外で実際にワクチンが入っているかどうかを明かさずにワクチンの入った注射をしたグループとワクチンの入っていない注射をしたグループを比較したデータがありますそれによるとワクチンの入っている注射をしたグループで 新型コロナウイルス感染症の症状が出た人の数がワクチンの入っていない注射をしたグループより95%少なかったと報告されていますこれを有効率95%と言いますこれは例えばワクチンを打っていない1万人のグループで100人が発症した場合ワクチンを打った1万人のグループでは 発症者を5人に抑えられるということですいつものインフルエンザワクチンの有効率が40%から60%と報告されていることを考えると高い効果とされています政府としてはできるだけ早期に安全で効果的なワクチンを皆様にお届けできるよう取り組んでいます